与那尾真帆の重機乗りまーす。こんにちは、与那尾真帆です。今日は埼玉県の秩父に来ています。秩父といえば夜祭りやつららの名所などたくさん見どころがあるんですけれども、今日私がやってきたのはこちら、日本キャタピラーさんの D-TECH センターです。ウェザーマップチャンネル。早速着替えてきたんですけれども、見てください、この広さ、とんでもない広さです。で、今日は私は重機を運転するのは免許を取って以来なんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は与那尾さんとうちのインストラクターで対決をしてもらいます。エンジンもかけてください。はい、シート、あ、シートレーター、シートレーター、カチッと、オッケー。食べるの忘れてました。集中しすぎてちょっと下がって入れて、くくって、おーおーおー、くって、あー、くれてる。で、起こして、どこで、どこった方がいいの、もっと深く掘る。食べて、待って、足が変な方向いてるからこれ直したいと思うんだけど直せないな。もっと前の方向った方がいいのかな。がっつりすくうと機体が揺れます。ちゃんと足の方向を合わせた方がいいんだけど、一回下がって、あー、すくって、おー、こっちじゃない、こっちこっちこっち、こぼして、すごい、入れて、すくって、足を上げながら上げてる、これで、よし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 、おーおーおー、で、これで上げて、こうして、なんか私の穴はすごい汚いぞ。
っと深く掘った方がいいの？よいしょよいしょ、うわー、おっと、すごい揺れてます。よし、どうしたら戻るか。これの位置がこうか。こうでしょ。で、こうやって。なんでか、なんでだかすごく後ろに下がっちゃってました。とりあえず深く掘り続けたいと思います。なんか前に出てきちゃった。どうしよう、穴に落ちちゃいそう。あーもう、やめちゃって。冷静になって落ち着いて、上げて、回して、こぼす。回して、もうちょっと前の方を掘りたいから。大丈夫？で、回って、こぼす。もう終わったみたいです。でもちょっともう一回掘っときます。待って待って。落ち着け落ち着け。伸ばして、伸ばして、入れて。吸って吸って全然吸えてない。車体をなんでこれ曲がってきたの。で、こうでしょ。じゃあ終わりにしたいと思います。いやー惨敗ですね。すごい綺麗に掘ってあります。あー難しかったよ。いやもう穴の綺麗さが全然違いますね。平らに掘れてます。私のはもうボッコボコです。ちょっと見てもらおう。ガッツリ行きました。どうですか。ガッツリ行きましたね。機械の最大能力を出してもらおうと思います。すごいいいように言ってくださってますけど、豪快にね行きました。ウェザーマップチャンネル。第2回戦はこちら、ホイールローダーです。今度こそ負けないぞ。
けども対戦相手は終わっちゃってるみたいです。なかなか救えなかったです。いやさっきのユンボより難しかったですね。そう3回目は、ね、多く救えたんですけど1回目と2回目が全然救えなくて焦りました。いやもう時間の差がどうでした。最高、だんだん上手になっていってますよね。ありがとうございます。いや惨敗です。さすがプロは違うなと感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウェザーマップチャンネル